問題、ハテナに当てはまる記号は。元気ジャルみたい。聞いてよ、あのさ、ジャル、ああジャル、ジャル社長、うちの社長さ、このさ、あ、なんていうの、びっくりハテナみたいなすぐ使ってくるの。ケンピちゃん今日は何してんのみたいな。なんで そんないつも落ち着きがないんだろうと思ってこれめっちゃ使ってくるジャル。なんか落ち着きがないなと。大好きだけど、うん、いやなんかいつも暑いなと思います。じゃあこれすごい使ってくる LINE で。でそれがね、大体あの赤いやつあるじゃん、 LINE の赤文字のびっくりはてな、あれよく使ってくるんですよ、ね、これ見るとジャル思い出す。ディオンそう、それ。あ、そっか、獲物のせいなのかな。めちゃくちゃ使ってくるの。ケビちゃん今日は配信する。ケビちゃん、そう、それ。おじさんだね。あ、おじさんなのかな。どうなの。そう、この間なんかおじさん構文でバズってる人みたいな。そう、びっくりはてなは獲物かおじさんしか使わない。おっとっと光山とか、あー、二択クイズじゃんこれ。てか二択クイズだよなこれ。二択クイズだよな。ハテナに当てはまる記号は二択だよなこれ。二択しかないじゃん。でもって不等号だから、そうだよな、そうだよな。画数だ、画数の大きさ、音も 1,2,3,4,5,8 画、9画で、光は 1,2,6 画だから、そういうことだよな。そうだよ。だから山が 1,2,3 三角で、川が二択じゃなかったな。二択じゃないってこと。あ、三、そっか三択になる。これ二択じゃなかったわ、ごめん。二択じゃないよな。ダメだ、ちょっと使い慣れてない。ないな、おじさんしか、もしか使いこなせないこのびっくりはてな。イコールってこと？第3の選択肢イコール。あー、びっくりした。永遠に2択じゃん、落ちとか持てたら解けない。第3勢力イコールがあるわけです。イコールを消していく。確かに3択どころじゃないな。あー、だめだ、びっくりはてなむずい。